の力を信じよう。頑張るんだぞ。これがレジェンドクリア条件だ。戦うキャラクターを登録するんだ。君の持っているバトルカードをブラックパネルに置いてくれ。ヒーローアバターカードを置くと君の分身を登録できるぞ。チーム決定だ。ヒーロースキル決定。行きますよ。では出発するぞ。戦闘開始。君の力だけが頼りだ。頑張ってくれ。1秒でも長くもがいてみせろ。あれはゴッド玉が出現したぞ。ゴッド玉はみんなの力を集める仲間のアビリティ発動だ。天丼メダル効果で体力がアップしたぞ。ヒーローバッジのチームボーナス効果でパラメータがアップしたぞ。ラウンド1仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。覚悟はできたか。アタッカーを決めるんだ。赤いエリアで撃つ。作戦決定。敵のアビリティ発動だ。ゴッド玉のレベルが上がったぞ。覚悟はできたか。敵のチームの攻撃だ。ゴッド玉バトル発生。ボタンを押せ。君の勝ちだ。いいガードだ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。いいガードだ。君のチームの攻撃だ。ゴッド玉バトル発生。ボタンを押せ。ボタンを押せ。パーフェクトだ。君の勝ちだ。いい攻撃だ。敵のゴッド玉のレベルを減らしたぞ。ビッグチャンスカード成功。さらにダメージを与えたぞ。敵のアビリティ発動だ。仲間のアビリティ発動だ。ラウンド2ヒーロースキル発動。ヒーロースカウターの基本効果で仲間のアビリティ発動だ。敵のアビリティ発動だ。アルティメットユニットチャンス。絶対に勝ちましょう。ユニット効果発動。仲間のアビリティ発動だ。修行の成果。アタッカーを決めるんだ。作戦決定。仲間のアビリティ発動だ。お遊びはここまでだ。変化お遊びはここまでだ。カードをこっちに貯めるんだ。なんて凄まじい気だ。俺の歌話に付き合ってもらうぜ。スーパーサイヤ人に変身したぞ。カウターアビリティ発動。こっちのアビリティ発動だ。ゴッド玉のレベルがマックスになったぞ。ちょっと待てだ。君のチームの攻撃だ。チェンジラッシュモード突入。カードをこすって戦いに行く。チェンジラッシュ成功。ここからが本当の勝負だ。行くぞ。バカな。敵のゴッド玉のレベルを減らしたぞ。
バーミラのパワーに真っ向から打ち勝つとは。なんだかかき回された薄殺しで。これが今回のスコアだ。おめでとう、ランクインしたぞ。